さあ続いてはアスナビライブです。今日も綺麗な桜スポットから伝えてもらいます。大久保さん。見ごろを迎えた桜が咲き誇っています。川の流れを包み込むように咲く両脇の桜、まるで桜のトンネルの中にいるようです。こんにちは。今日は4月13日語呂合わせで良い水の日ということで、綺麗な水が流れる観音寺川からお伝えしていきます。今日は天気が良く絶好のお花見日和、日中も多くの人でにぎわっていました。猪苗代は青空見えますね。観音寺川沿いには1キロにわたってソメイヨシノやしだれ桜などおよそ200本の桜が植えられています。桜を近くで愛でることができるので、さまざまな位置で撮影をしたり散策を楽しむ人の姿が見られました。観音寺川の桜の開花は平年より2週間ほど早かったことから、桜祭りも予定より早く今週の月曜日から始まりました。川の水と桜が白いからね、だいぶ輝いていますね。去年はちょっと早かったので、今年は満開ですごい綺麗です。リベンジ。お花見楽しいですか？楽しいです。リンゴ飴ですか？この時間は学校終わりの学生の姿が多く見られます。そしてこの会場では屋台も出ていまして、とってもいい香りがします。ここで買ったんだ。屋台の食事ももちろんいいんですが、今日は時間があったのである場所でお花見のお供を探してきました。どこでしょう？道の駅猪苗代にやってきました。ここでは地元の野菜や会津地域はもちろん県内のお土産など豊富な種類が揃っています。お花見のお供を探す前に、ここで人気の商品ベスト3をご紹介します。第3位はこちら、どら屋のどら焼きです。中にはあんこと生クリームがたっぷり入っています。毎日午後の3時には売り切れてしまうほど大人気の商品です。第2位はおかげさまで3分ごとに1パック売れています。猪苗代町の奥田食品バンダイ黄金納豆です。そば第1位はこちら、極上の塩ラーメン友情の一杯です。喜多方ラーメンで有名なキイチと道の駅猪苗代のコラボ商品です。ここでしか買えない大人気商品となっています。いや限定ものはねいいです。さあお花見のお供見つけてきました。それではレッツゴー。何買ったんですか？さあお花見の準備が整いましたよ。私が選んだのはこちらです。ソースカツ丼と、バンダイ黄金納豆パン、そしてわらび餅です。どれも美味しそうなんですが、こちらをいただきたいと思います。2つあるので、はい、はい、佐藤さん、はい、ありがとう。一人だと寂しいので、観音寺川桜祭り実行委員会実行委員長の佐藤さんとお花見を楽しもうと思います。よろしくお願いします。佐藤さんはこの納豆パン食べたことありますか？食べたことはあるんですけど、そんなをいっぱい食べたって感じはしないんですよね。そうなんですね、はい、じゃあ2人でぜひ食べてみましょう、はいはい、初めての納豆パンいただきます。いただきます。どんな味なんでしょうね。いただきます。佐藤さん早いですね。中に納豆がぎっしりと入っています、美味しいですね。美味しいですね。納豆ってご飯に合うイメージなんですが、パンにもよく合いますね。合いますね、はい、美味しい。そしてこの綺麗な川と桜を見ながら食べるご飯は美味しいですね。本当そうですね。ありがとうございます。楽しい。佐藤さんはこの観音寺川の桜とはどういった関わりがあるんですか？そうですね、子供の頃って言いますか、中学校がそのこの上に東中学校ってありまして、はい、東中学校のに通った3年間は、まあ、校歌にもあるんですが、桜並木の幾春っていうそういう歌もあります、はい、地元の方には愛されている桜になっているんですね。そうですね。こちらでは今回もうライトアップも始まってるんですよね。はい、ライトアップ、はい、あそこに電気がありますね。お、
ということで6時台ではライトアップした桜の様子もお伝えします。私たちはまだまだお花見楽しみましょうね、はい、以上中継でした、はい、あの予定より早くライトアップとかも始まっているということで佐藤さんもね一番大好きな場所なんですよ ね、ここでゆっくりね昼からビール飲んでお花見楽しみたい最高の場所ですよ本当今満開の桜前線はここですね、猪苗代町にあるようです。大久保さんでした。